下に行けば行くほど硬くなっていくような気がするんですけど、あ、腰の方が気のせいですかね。気のせいじゃないと思います。リアルですか。やっぱりね、どこもかしこも凝りますよね。そう、一箇所だけじゃないですもんね。うん、どこが、どこが凝ってるなってなったらやっぱり関連するところもね、ありますよ。もう指先からやった方がいいですよね。うん、できればね、うん、じっくりね。よく肩もみでね、肩凝ってるんですけどって言うんですけども、腰も悪そうですねっていう人多いですもん。あ、わかりますみたいな。そうですね、なんかどっかだけっていうのもやっぱ軽症のうちですよね。やっぱ時間が経ってくると広がっちゃいますね。ね、この辺とかも。大丈夫ですか。はい。おお、これは下に続きそうですね。そうですね、続きそう。うん、これ下まで行った方がいいですかね、これね、やっぱ。あ、うん、お任せします。ちょっと軽く。には、はい、やってほしいです。ですよね。はい。ちょっとね、これ知っちゃうとほっとけなくなりますね。ありがとうございます。いいね。お腹にまた張りが出たら言ってください。まあでも全然大丈夫です。その辺も買って腰振ってもらってるんで。うん、横だとね、お腹圧迫されないんで。そうですね。大丈夫です。やっぱ抱き枕持ってきて正解ですか。うん、そうですよね。ある方が安定します。先生にあったかなとか一回思ったんですけどね、そ見たことないなと思って。あの一応リラクエで使ってたので、うちにあるはあるんですけど、ここに持ってきてないかな。あ、そうですね。普段使ってないですからね。そうですね、うん、一度も見たことないなと思って。そう、うん、なんかあれです、途中から違う張り方っていうか、はいはいはい、変わってましたね。お、うん、外側に逃げちゃって、外側に行っちゃってるのかな。こっちの方ですね。この辺気持ちいいです。あったかいし、そうそう、よくあったかいって言われるんですけどね、すごく気持ちいいです、あったかくて。なんかエネルギーがダダ漏れしてるんですかね。垂れ流ししてるんですか。でも私もやってるとあったかくなりますよね。なりますよね、うん、だから別に特別、うん、普段からじゃなくて、多分みんなある程度精通する人はあったかくなりがちだと思います、ね、でも女の人ですっごいなんか手が冷たいね、冷え性の人とかね、うん、ひどいとね、なかなかあったまんないかも。なんかよく前のお店で、うんうん、その人オイル入るときに自分が冷え性で手が冷たいから温めてからやってましたね。ああ、なるほどね、うん、そうですね、そう、肌に触るときに、ね、冷たいと嫌がられちゃう。やばい、冷たいと、うんうんうん、ちょっと自分直した方がいいんじゃないの。そうですよね、まず自分ですね。分子栄養学勉強しなさいって言っちゃう。温めないとですね。やっぱ胃腸ですよね。うん、胃腸、自律神経、いろいろですね。そうですね。あとやっぱ体温も低いですからね。うん、そういう人はそうですよね。なんか運動が足りないとか、食生活が問題とかあるでしょうね。でしょうね。やっぱ大体ちょっとストレスを抱えてるんですよ。そうですね、うん、まあ、ストレス抱えてない人なんてね、まあね、ゼロってことはないですよね。
じゃあ先生、ちょっと首いきましょうか。はい、お願いします。大丈夫かな、カメラの角度。よいしょ、こうか。 OK、 よし、うん、この加減大丈夫ですか。はい、いいです。ちょっとコリコリがやりました。気持ちいいです。大丈夫ですか先生、はい、あと鼻かみます大丈夫ですか。あ、大丈夫です鼻鳴りましたね今花粉も飛んでますからね。なんか豚草だかなんか、ね、言ってましたね。なんか私鼻炎持ちなのでちょっと鼻はね、なんかよくわかんないです。花粉じゃなくてもなんかなることありますね。花のつぼ、芸合でしたっけ、あそこに押してるのありですけど、この辺で、はい、気持ちいい。ありがとうございます。日頃の恩返しですよ。いや、恐れ入ります。こちらこそお世話になってます。いや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 、ここ来てなかった。これもう一回ぐらいぎっくり腰になってたかもしれないですね。ああ、そうですか、うん、まあ、でも確かにあの状態で放置するのは怖いですよね、うん、まあどこかしら多分言ってたとは思うんですけど、うん、気がしますけどね。多分ここまでの、うん、まあ、成果は出てないんじゃないかなってちょっとやっぱ思ってみたりも、うん、気持ちいい。よかった。うん、なかったですもんね。あの、そちょっとなんかぼんやりしました。ないすみません。半分うつつでした、ね。うつつでした。大丈夫です。気持ちは伝わりました。硬いそうだな。ねえ。いやでも気持ちいいですよ。哲也さん上手になりましたね。ありがとうございます。いや、ちょっとあの YouTube 始めてのと、うん、あとやっぱね、うん、いろんな皆さんとの交流が、ね、たくさんやってらっしゃるから、うん、こうなりますしね、うん、いろいろこう刺激を。それすごい上手ですね、気持ちいいです。これは、うん、練習しましたね、うん、いや、もっとね、あの練習しなきゃいけないんでしょうけど、もうそれはでもすごくうまいですよ、本当に。ありがとうございます。これ本当にあの反復して練習しました、あ、そうなんですね、うん、それはうまくなりたかったやつってことですか。もうまあ、これ極めんと多分ダメなんだろうなっていうのがすごくあって、あ、そうですか。あの前勤めてたお店が暇の時はタオル丸めてずっとこれやってました。へ、はい、そうなんですね。でも努力の結果でこれなんか滑らかできる、そういう風に言われるようになってよかったです、はい、やっぱりやったことはちゃんと結果結びつくんですね。そうですね。あのスーパードクター K も言ってました。なんかその基本の反復練習がやっぱり大事だって最後、まあね、最終回に言ってました、はい、 そうですね、その積み重ねだって。そうですよね、昨日あっての応用ですからね。確かに。多分こればっかりやってたからこれなんでしょうね多分なんか始発の方も、ね、はい、ちょっとまたやってやりつつ、うん、でもこのもみの方の手技もね、ちょっとあの、すごいいいと思います、いろいろやったら。膨らまして、うん、ちょっと自分のあの、なんか施術の特性にしたいですね。うん、そうですね、うん、いや。そういうふうに言ってもらえると、なるほどって。ああ、すごく良かったです。本当ですか。
でも背中守ってなかなか難しいですよね。背中やっぱりね。そうですね。横でね。うん